感者トーマス、死者2名というお話。トーマスが全速力で走っていると、突然目の前に2つの人影が現れた。トーマスは慌ててブレーキをかける。しかし間に合うはずもなく、すごい速さでぶつかった。もちろん即死だった。今は警察の現場検証、事情聴取が行われている。遺体は車輪に巻き込まれ、ぐちゃぐちゃのミンチ状になっていたが、ほどなくして身元が判明した。なんとトーマスが引き殺してしまったのは芸能人、それもかなりの大御所、松本伊代と早見優だった。このお話の出演はトーマス、早見優、そして松本伊代でした。